動かないでくれると助かる。レンフレッド、ずいぶん目をかけているみたいだな。やはり彼女が大事な実験体だからか。実験体。私は破格の値段でこの魔法使いに買われたらしい。3日前に弟子にした。エインズワース、その嬢ちゃんは何だい？スレイベガだよ。アイスランドにはドラゴンたちの巣があるんだ。ドラゴン？せい！あなたなんか産まなきゃよかった。生きる者が死者を羨む者じゃない。無事育てばいいのだがの、あのスレイベガ。この世界は生きる。僕のためのネズミになってや、お姉さん。騙してなんかいない。そうやって哀れな子供を己の好奇心のためだけに首輪でつないで利用しようとしている。彼女に伝えたらどうだ、スレイベガの末路。無力で無意味な自分が、それでも心で泣くんだ。こっちへおいでと声が聞こえる。私を家族と言ったのはエリアスだけ。あなたの言ったことが嘘でも本当でもどっちでもいい。あの人は誰よりも先に私を買った。だからエリアスが私の手を離すまでは、私はあの人のものです。チセ、君の鍵はもう銀の錠に差し込まれている。あとは開けるだけさ。